3人目や一番やべえかもしんないよ一番やべえかもしんないよ。サイズのね、ミスマッチがあるんで、めっちゃいい練習でした。どうでした？悔しい。ちょっとね、背もでかいしね。いや、でもやっぱうまいです。おめでとうございます。おめでとうございました。ということで、次は、小川くんなんですけど、一旦、我らが一般人代表で、ちょっと箸休めに入れていただいてから、最後、小川くん行きたいと思います。大丈夫ですか？行きましょう。楽しかったっていう扱いだったんですけども、はい、さあラストの相手は羽黒高校
小川くん、日本代表選手です。5人制の日本代表兼3人制の日本代表、3人制の方ではなんとアジアカップで金メダル獲得してます。え、で18歳、はい、17歳、はい、次3年ってこと、はい、あ、まだ2年生なんだ。じゃあちょっとスミポンのことは知ってますか。知ってます、はい、よく見てる。よくいや見てるんですよ、見てるんですよ、実際に会えてる。いや、エレベーターねえよ。いや、じゃねえんだよ。嬉しい、そうです、嬉しいよね。じゃあちょっともう今日は、まあ、もちろんね、その憧れのセミコンが目の前にいるけれども、もうガチで倒すつもりで自分のバスケットパフォーマンスを見せてください。頑張れ、頑張れ、頑張りましょう。ラストだからね、今日の武者修行ラストなんで頑張っていきましょう。画面で見るよりめちゃめちゃディフェンスうまいんだよね、はい、女子とは思えない反応速度。
っとでも実際にこの後僕も小川くんとちょっとやってみたいなって思うんで、もし時間があればやりたいなと思います。スミポンの今のこの、力をここから伸ばしていってですね、いつかは小川くんにも勝てるように僕がねスミポンを指導していきたいと思います。また相手してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。教えたスキルが正しくできているかをチェックするメンバーシップをご用意しました。動画を送っていただければ僕を含めたプロ選手が改善点をアドバイスします。教えたスキルだけではなくバスケの悩みなら何でもお答えします。まずは概要欄にある公式 LINE を登録してください。